今回は宣言通りジオスキャッターというブレンダーのアドオンを紹介するぞ。前回のクラウドスケープスの回で紹介するって言っちゃったもんね。そう、でも本当はあまり紹介したくなかったんだ。機能が多すぎて把握しきれないし、どこから紹介すればいいのかわからないからだ。そんなに多機能なんだ。てなわけで今回は、というか今回もわかる範囲でかいつまんで紹介しようと思う。まずは概要からだ。おう。ジオスキャッター、これはオブジェクトを複雑に配置することができるアドオンだ。以前はスキャッター5という名前で販売されていたが、少し前にジオスキャッターという名前に改名したらしい。散布系のアドオンは名前が似ているものが多いから間違えないように注意だ。価格はいくらくらいなの？撮影時の価格だと個人用のライセンスで99ドルだった。ブレンダーのアドオンの中では比較的高い部類かな。セールを狙うか。販売数を見るとかなり売れているアドオンみたいだね。結構前から売られているアドオンだし、定番と言ってもいいのでは。でもさ、オブジェクトを散布するならアドオンがなくても簡単じゃない？確かに、ただオブジェクトを散らばらせて配置するだけなら簡単だ。しかしジオスキャッターはそこに一工夫、二工夫する時の作業を効率的にしてくれるアドオンだ。このページが分かりやすかったので見てみよう。このページは何だい？ジオスキャッター公式の解説ページだ。ブレンダーのアドオンは使い方の説明が簡素なものが多いので、きちんとした解説ページがあるのはとてもありがたい。ありがたや。トラブルシューティングやインストール方法、解説動画まで用意されているね。ここの作例のサンプルデータも非常に良かった。ジオスキャッターを具体的にどう活用すればいいのか分かりにくいときはサンプルデータを見てみると分かりやすいと思う。さて、機能をいくつかかいつまんで見てみよう。例えば急な角度のところにはオブジェクトを配置せず、平らなところにだけオブジェクトを配置するみたいな機能がある。崖のところは植物が育ちにくいものね。そういったことを考慮して植物オブジェクトを配置するとよりリアリティのある表現になるわけか。あとこんな機能もある。ある方向にだけオブジェクトを配置する機能だ。例えば植物ってさ、日当たりのいいところが好きな植物もいれば暗いところが好きな植物もいるよね。そういった特性に沿って配置したいときに便利な機能ということか。他にも風で揺れるような簡易的なアニメーションをつけたり、指定したオブジェクトが近づいたら角度を変化させて草が倒れるような動きをつけたり、散布したオブジェクトの外側の部分だけ傾けたり、散布したオブジェクトへランダムにミラーをかけたり、カメラに収まる部分だけ散布したオブジェクトを表示するようにしたり、指定したオブジェクトを避けてオブジェクトを散布したり。なるほど。確かにこれはただオブジェクトを散布するだけのアドオンではないね。一工夫二工夫するときに便利という意味が分かったかも。自動で散布だけではなく、マニュアルでオブジェクトを配置するための機能も充実しているぞ。マニュアルモードでは絵を描くように直感的にオブジェクトを配置することができる。このマニュアルモードだけでもかなりの機能があるね。そして重要なのがその拡張性だ。マイオームと呼ばれるジオスキャッターに対応した素材集が配布販売されている。これらの素材集とジオスキャッターを組み合わせて使うと、複数のオブジェクトが組み合わされた状態で素材を一気に配置することができる。前回紹介した雲の素材集クラウドスケープスもジオスキャッターに対応した素材集バイオームということか。そういうことだ。基本的には草や木といった植物の素材集が多い印象だ。中にはパソコンの負荷を減らすためあえてペラペラにした木の素材集があったり、こういう大敗的なシーン作りにぴったりなゴミの素材集なんてものもあるぞ。種類はこれからさらに増えていくようだ。幅広いね。このバイオームってペット飼わないといけないの？公式からジオスキャッター対応の無料素材集ザ・プラントライブラリーが出ているようだ。無料といっても170を超えるアセットが収録されているらしい。これだけでもかなり使えるぞ。この素材集ジオスキャッターを買っていなくても無料でダウンロードできる太っ腹仕様だった。大盤振る舞いだね。このバイオームリーダーっていうのは何？ジオスキャッターは持っていないけどバイオームは使いたいよという人向けの無料の簡易的なサンプルアドオンのようだ。
要はジオスキャッターの機能制限版みたいなものらしい。これとザ・プラント・ライブラリーの組み合わせだけでもかなり遊べそうだね。そう思う。さて、話をジオスキャッターに戻そう。ここからは軽く使い方を解説しようと思う。おう。まずはインストールからだ。ジオスキャッターのインストールは少し特殊だ。まずはアドオン本体とプリセットの2段階だ。2段階。まずは購入後にアクセスできるダウンロードページから ZIP ファイルをダウンロードする。 Mac の場合、サファリの設定によっては ZIP ファイルが自動で回答されてしまうので注意だ。エディットからプリファレンシーズを開き、アドオンズの項目を開く。画面右上のインストールを押して、先ほどダウンロードした ZIP ファイルを指定しよう。最後はアドオンを有効化だ。次にプリセッツ、スキャットパックをダウンロードしてくる。ジオスキャッターのパネルを開き、適当にオブジェクトを選ぶ。バイオーム、スキャッターから、オープン、バイオームズをクリック。プリファレンシーズから、インストールアパッケージを押して、スキャットパックをインストールだ。これで、ジオスキャッターとプリセットのインストールは完了だ。次に、バイオーム。ここでは、ジオスキャッター公式の無料素材集、ザ・プラント・ライブラリーをインストールしていくぞ。まずは、ザ・プラント・ライブラリーのダウンロードページから、ラーファイルをダウンロードする。出た。ラーファイル。圧縮ファイルで、回答ソフトが別途必要なんだよね。そう。Windows であれば 7zip。Mac であれば、iArchiver のようなラーファイルを回答するソフトが必要になる。まあ無料のソフトでなんとかなる。ダウンロードしてきたラーファイルを回答したら、回答したフォルダを、Blender のアセットブラウザーに登録していく。ちなみに、回答前で、約 757MB。回答後で 1.22GB あったので、パソコンの空き容量に注意だ。本当に無料の素材集なのか。とってもボリューミーだ。回答後のフォルダは間違えて消さない。安全な場所に移動しよう。次に、安全な場所に移動したフォルダの居場所を Blender のアセットブラウザーに登録していく。 Blender のエディットからプリファレンシーズをクリックして、ファイル、パースのアセット、ライブラリーズのところにあるプラスボタンをポチッと押す。回答後のフォルダの中の位置を指定する。これでアセットブラウザーに登録されたはずだ。アセットブラウザーで確認してみよう。たっぷり入っているな。試しにアセットをドラッグ&ドロップで配置してみよう。うん、大丈夫そう。次にザ・プラント・ライブラリーのダウンロードページからスキャットパックデータをダウンロードしてくる。こっちのやつだね。そう、名前の後ろにスキャットパックと書かれている方だ。ブレンダーでジオスキャッターのパネルを表示。この中のバイオームスキャッターの項目にあるオープンバイオームズをクリック。プリファレンシーズのインストールアパッケージをクリックして、先ほどダウンロードしたスキャットパックデータを指定してインストールする。バイオームズを開いてみよう。ちゃんとインストールできていれば植物のセットが表示されているはずだ。表示されていることが確認できたら、ウィンドウは閉じても大丈夫だ。まとめると、ジオスキャッターをインストール後にプリセットをインストール。バイオームの追加は、素材集をアセットブラウザーに登録後、ジオスキャッターからスキャットパックをインストールだね。少しややこしいので注意だ。ジオスキャッターのパネルの説明をざっくりとしていこう。このパネル、たくさん項目があるのだけれど、まとめると、クリエイト、トゥニーク、エクストラの3つだ。まとめるとわかりやすいかも。主に使うのは、上のクリエイトとトゥニークの2つだ。クリエイトでオブジェクトを配置し、トゥニークで調整する。そんな流れのようだ。ざっくりと中を見てみよう。まずはクリエイトから。ジオスキャッターではオブジェクトを散布する方法が主に5個ある。5つもあるんだ。いくつか紹介しよう。その前に一度シーンを新しくする。今回はテスト用として 50m の平面オブジェクトと 0.3m の少し小さめな立方体を用意したよ。ジオスキャッターからベースになるオブジェクトとして平面オブジェクトを指定した状態だ。オン。まずはプリセットスキャッターから行こうか。ここのサムネイルをクリックすると、様々な散布パターンがプリセットとして収録されている。今回はこれを選択してみた。次にビューポートで選択したオブジェクトを散布するのか、アセットブラウザーのオブジェクトを散布するのか選択する。今回はビューポート上にいる立方体を散布するので、ビューポートセレクションを選択した。あとは散布したいオブジェクト、ここでは立方体を選択してスキャッターオブジェクトを押すだけだ。
散布できた。アセットブラウザーのオブジェクトを散布することもできるんだね。先ほどのバイオームもそうだけれど、アセットブラウザーとの連携が強いアドオンのようだ。なお、密度を変えたいときは、該当するオブジェクト群をトゥインクのシステムリストから選択し、ディストリビューションのデンシティの値を変えると密度を調整できるよ。なんていうか、集合体恐怖症の人、ごめん。ここのリミット・コリジョンって何？どういう時使うの？この機能は、オブジェクト同士を重ねたくない時に使える機能だ。オブジェクト同士の距離感とでも言おうかな。ああ、確かにオブジェクト同士が重なっちゃっていると変な時あるよね。ちなみに、各項目に I というボタンがついている。ここを押すと、その項目の短い説明と解説ページへのリンクがついている。わからない項目があったら、とりあえずここを見てみよう。親切設計だ。なお、英語のページを見るときは、ウェブブラウザーに自動翻訳の拡張機能を入れておくと便利だ。ところで、エクストラの項目には何があるの？エクストラは、エクスポート機能やヘルプといった、たまに使う機能が収められているようだ。その他の機能って感じか。次は、マニュアルでオブジェクトを散布する方法だ。一旦、オブジェクトを散布する前の状態に戻したぞ。了解。マニュアル、スキャッターの項目から、散布するオブジェクトをビューポートから選ぶ、ビューポート、セレクションか、アセットブラウザーから選ぶ、ブラウザー、セレクションか選択する。ここはさっきと同じだね。今回は、ビューポート上にある立方体を散布するから、ビューポート、セレクションだね。その通り。ビューポート、セレクションを選択して、立方体を選択した状態で、スキャッター、アセットをクリックすると、画面が切り替わる。マニュアル、スキャッター用の画面だと。左にオブジェクトを散布するためのツールがずらーっと並んでいる。ツールを選択すると、各ツールのショートカットキーが左下に表示される。優しい。ちなみに、公式のマニュアル、モードの解説ページを見てみると、各ツールの説明もちゃんとあって驚いた。ありがて。マニュアル、モードは、追いかきをするようにオブジェクトを配置できるモードだ。スプレーのようにオブジェクトを散布したり、消しゴムでオブジェクトを消したり、リラックスさせたり、方向性を持って配置したり、方向性をつけたり、みたいなこともできる。配置が終わったら、右上のエミジットを押せば、マニュアル、モードは終了できるぞ。本当に多機能だね。そういえば、さっきインストールした素材集、バイオームを使いたい場合は、どうすればいいんだい？バイオーム、スキャッターのオープン、バイオームズをクリックして、バイオームズの中から使いたいものを選ぶ。そうすると、アセットブラウザーを通してオブジェクトが配置される。密度などを調整したいときは、先ほどと同じように、トゥインクのリストの中から調整したいオブジェクト群を選択し、値をいじるだけだ。簡単だ。ちなみに、このジオスキャッターは、ジオメトリーノードをフル活用して作られているらしい。そうなんだ。ちょっと、ジオメトリーノードを見てみようよ。見てみるか。なんだこれは。わからん、なんも。そっと閉じておこう。ってなわけで、今回は、拡張性も高く、機能満載なブレンダーのアドオン、ジオスキャッターを紹介したぜ。多機能すぎて、一部しか紹介できなかったけれど、大まかな概要がつかめてくれていれば嬉しい。参考になったよ。という方は、高評価ボタンをポチッとよろしく。チャンネル登録も頼む。それでは、またね。よければ、他の動画も見ていってね。それでは、また、次の動画でお会いしましょう。デジタルものづくりチャンネルでした。